リング上ではタイトルマッチ宣言が行われました。さあ世界チャンピオンに銅に巻いてあります、この世界で最も価値のあります NWA スカイヘビー級の王者の印であります、そのベルトが一旦本部席に返されます。このベルトを防衛してまた銅に巻くことができるかどうか、リック・フレア、チャレンジャーのジャンボ鶴田が今このベルトに視線を投げかけました。ジャンボ鶴田、悲願の世界取りがなるかどうか注目したいと思います。蔵前決戦の NWA スカイヘビー級のタイトルマッチ、両選手が紹介されます。チャレンジャーのジャンボ鶴田、ビッグレアには2度目の挑戦、今度こそ世界取りをと誓いましたジャンボ鶴田です。世界チャンピオン、8ヶ月間王座を防衛している余裕でしょうか。第62代 NWA スカイヘビー級のチャンピオン、リック・フレアであります。さあ9800人を乗りました満員のクラマー国技館が通過コールであります。山田さん、いよいよ始まりますね。そうですね、待ちに待ったチャンスですから、冷静に試合を進めて何としてでもものにしてほしいですね。もうやはりね、はい、このチャンピオンは非常に老快ですからね、はい、若くても老快なんです。ですから鶴田君はねたった1本しかないチャンスですから、もうあくまでも冷静に自分のチャンスを見つけるべきだと思います。はい、試合の方は60分の一本勝負で行われます。 NWA スカイヘビー級のタイトルマッチ、昨年の 10.9 蔵前決戦、全日本プロレス創立10周年を記念いたします。その 10.9 決戦ではこの両者 NWA スカイヘビー級のタイトルマッチ、